今日釣れた鮭です。この鮭はオスとメスどちらでしょうか？オスとメスの見分け方は、オスは顔が尖ってて大きく、脂びれが大きく、尾びれが三角形です。メスは顔が丸くて小さく、脂びれが小さく、尾びれが丸いです。上の子の顔は口が尖っていて大きいです。脂びれはこんな感じで、尾びれが三角形になっています。下の子は口が小さくて丸みを帯びています。背びれはこんな感じでとっても小さいです。尾びれはここが丸みを帯びたように見えます。私は上の子がオスで下の子がメスだと思うのですが、今日隣で釣りをしていた方に、こっちの下の子を釣った時にオスだよと言われました。なので、どっちか分かりませんが、まずはさばいて確かめたいと思います。まずはこっちの大きい子をさばいていきます。オスだと思われる方の鮭のお腹を開けてみたいと思います。実家に帰ってきたのですが、いつも使っている包丁を忘れてしまいました。切れました。中身はいくら入ってません。よいしょ、白子が出てきました。これはオスです。身も厚くてたくましい男の子でした。これは心臓です。すごい小さいです。これが白子です。オスは白子、メスはイクラが入っています。すごい白くて綺麗な白子です。次にメスと予想しているこの子のお腹を開けていきます。この子はメスでしょうか、オスでしょうか。いきます。じゃん。おお、すごいすごい、めすごいです。いくら入ってました。取り出します。たっぷりのいくらとオレンジの実のとても綺麗な女の子でした。いくらこんなに入ってました。すごいです。立派です。嬉しいです。立派な鮭たちをさばいていきます。この鮭を釣った時の様子を動画に残しておきたかったのですが、バッテリーがなくなってしまい撮れませんでした。とても楽しいファイトだったので残せなくて残念です。この日は午前3時に釣り場に着きました。すでに10人くらいの釣り人さんがいました。風もなく波もなく穏やかな海でした。あ、邪魔になっちゃうかな。少し明るくなってきた頃に、あ、来てる。鮭かと思いましたが、餌取りさんのフグとウグイが起きてきたようです。この後から何度も餌を回収されました。ルアーは前回の作戦会議の時に作ったリメイクルアーを使いました。
太平洋や日本海の海に行ったり、鮭の投げ釣りなどにも挑戦したりして、実はこの日で鮭釣りは4戦目になります。作戦会議でブリのニンニク漬けとイカのオキアミ漬けの餌を作ったのですが、ブリのニンニク漬けは使い切ってしまいました。今回の餌はイカのオキアミ漬けです。餌をポケットに入れていたのでエビ臭が染みついてしまいました。そしてこの後、残念なことが。ラインが切れてしまいました。セカンドルアーはコータックの 45g です。このルアーで鮭を釣りました。ここで撮影は終了してしまいました。さばき終わりました。頭、身、骨一応3枚おろしです。ちょっとガタガタになって失敗してしまいました。これを全部使って調理をしたいと思います。目の少し後ろ側にある白いものは鮭の脳みそです。前半は調香の様子、鮭をさばく様子を動画にしました。後半は捨てるところがないと言われている鮭を全てを使って調理をしていきたいと思います。